次はレインボックスかよ。たく、たまには休みの一つくらい汚しやがれってんだよ。失敗ばかりしてるのが悪いっちょ。クビにならないだけマシだと思うっちょね。まあそれは我慢できら。でもな、何より気に食わねえのは次はてめえと同じ任務ってことだよ。お互い様っちょ。こっちだって下っ端みたいにガサツで色気のない女と組むのは勘弁っちょ。誰がガサツで色気がねえだ。あとてめえまで下っ端って呼ぶんじゃねえ。うるさいっちょ。下っ端は下っ端でちょ。このネズミ野郎、言わせておけば。お、外の方から聞き覚えのある声が。あ、あれは愛しの天使コンパちゃん。あ、あれだよ定期便。早く早く。な、待ってください。そんなに早く走れないです。コンパ、運動不足に。泣き言言わないの。あれに乗り遅れたら次の便明日までないのよ。頑張ってくださいコンパさん。あー、行っちゃった。そんな、こんなに走ったのに全部無駄ですか。はあ、明日まで待つしかないわね。痛いタイムロスにならなきゃいいけど。ダッセ、ダサすぎるぜ。船に乗り遅れるなんてどこまで間抜けなんだよ。コンパちゃん、早く乗るっちゅ。一緒の船旅を楽しむっちゅ。下っ端さん、それにネズミさんも。あいつらもリーンボックスに。てめえらが来るまでせいぜいリーンボックスで好き勝手やらせてもらうぜ。ざまあ見やがれ。コンパちゃん、早く会いに来るっちゅ。向こうで待ってるっちゅ。大変だよ。あいつらに先に行かれちゃうなんて。急いで追いかけようよ。でも、もう船がありませんし。本当に痛いタイムロスになったわね。これだけ早く来ればさすがに乗り遅れはないですよね。眠いにゅ。もう少し寝ていたいにゅ。大丈夫ですか。元気の出るお注射ならありますけど。やめときなさい。ほら、船の時間調べに行くわよ。あ、どういうことよ。定期便が全部欠航って。それが昨夜リーンボックスに到着した最終便でトラブルがありまして、船は全損、復旧の見通しも立たないんですよ。きっと下っ端たちの仕業だよ。もうムカつくな。どうにかならないですか。私たち急いでリーンボックスに行かないといけないんです。困ってるのは僕たちも同じなんですよ。そうだ、もしよければ一つ協力してもらえませんか。協力？はい、実はこちらのターミナルにも故障中の船が一艘ありまして、向こうが治るまでそれで代行しようという話が上がってるんです。ただどうしても足りない部品がありまして、それを手配していただけないかと。それを持ってくればただで乗せてくれるにゅ。もちろん、それくらいのサービスはさせていただきますよ。なら決まりにゅ。急いで部品を集めるにゅ。勝手に決定しないでよ。
でもまあ他に方法もないか。必要な部品は碇、穂、選手像の3つです。よろしくお願いします。やられたいの誰？一戦。ワクワクに。怪我の治療は任せるです。私でもできたです。本気でいきます。私たちの勝ちです。なんか強くなった気がするに。奇襲成功。任せてください。で、やられたいの誰？邪魔よ。怪我の治療は任せるです。奇襲成功。私の番ですね。私に任せなさい。そこね。ブロッコリーの番に。患者さんはどこですか？行くです。行った。何をするんですか？行きます。私の番ですね。みんなのおかげです。
一斉攻撃のチャンスです。未来のために戦うんです。私の番ね。ごめんなさい。そこね。ほら来た。ブロッコリーの番に、ね、楽勝に。私の番ですね。やりました。私に任せなさい。まだ戦うつもりですか。もらった。プッパパイプッパパイ。叩いてみるに。怪我の治療は任せるです。やめてください。お注射の時間です。任せてください。私の番ね。倒せた。邪魔よ。ワクワクにワクワク。お注射の時間でやったです。やめてください。みんなのおかげです。トライニュ任せてください。で、やられたいの誰？邪魔よ。ブロッコリーの番に。患者さんはどこですか？まだまだ。叩く。叩く。患者さんはどこですか？行くです。私の番ね。もらった。討伐完了。これでとどめよ。プッパパイプッパパイ。ワクワク。行くです。これが私たちの強さです。へえ、少しは羽のあるやつが出てきたじゃない。プロセッサユニット装着。装着完了です。高速剣舞ミラージュチャンス。で、やられたいの誰？ラッデルフェス。プッパパイプッパパイ。行くにゃ。目からビーム。患者さんはどこですか？怪我の治療は任せるです。エイです。全力でいきます。ゲーム業界を守るため、
私たちは負けられないんです。これは助かります。少々お待ちください。すぐに取り付けてきますので。お待たせしました。もういつでも出航できますよ。よかった、早速出発しましょう。そうね、向こうがまだまずいことになってないといいけど。着きましたね、リーンボックス。街の様子はそんなに変わった様子はないわね。そうですね、治安はちょっと悪そうですけど。この国には女神様はいないから、きっと信仰もガクッと落ちているはずに。どうするの？下っ端たちを探しに行く？先に教祖のところに行きましょう。ネプギアに用があるって話だし、あいつとは目的も同じなんだし、ほっといてもそのうち会うでしょうしね。こんにちは。あ、人がいる。あなたが箱崎千佳さんですか？千佳さんじゃないんですか？ああ、そうです、私が箱崎千佳です。あなたはヌプギアさんだったかしら？わあ、私のこと知っててくれたんですね。いえ、それはそのギアちゃんに用事があるって言ってたですから、知ってて当然ですよ。そういえばそうですね。幼稚？はい、私に会いたいって言ってたってイースンさんから聞きました。会いたい？ああ、そうだったわね。うん、すごく会いたかったわ。で、どうしてネプギアを呼び出したの？それはそう、モンスターを退治してほしいのです。それだけのようでわざわざネプギアを？それはほら、この国には女神がいないからモンスター退治も一苦労なの。だからベテラン女神候補生のネプギアさんにぜひ助けていただこうかと。やだ、ベテランなんて、私なんて全然まだまだ未熟者ですよ。そんなご謙遜を。まあそんなわけで、町の近郊の草原にいるモンスターを退治してきてほしいんですよ。大したモンスターではないですから、ネプギアさんなら
楽勝ですよ、きっと。はい、任せておいてください。ネプギア、こっちにも用事があるでしょ。私たちリーンボックスにいるゲームキャラの力を借りに来たんです。それでゲームキャラの居場所とか知ってましたら。あ、はいはい、戻ってきたら教えてあげますよ。わあ、すごくあっさり。協力的な方ですね。ありがとうございます。あ、でも私がゲームキャラを連れて行ったらこの国のカゴが。ああ、別にそんなの大したことないですよ。ゲームキャラのカゴなんていくらでも持ってっちゃってください。よかった、それなら安心です。それじゃあ急いでモンスターを退治してきますね。はい、よろしくお願いしますね。急に来やがったから焦ったぜ。バカが、この完璧な変装にまんまと騙されやがってよ。ねえ、なんか怪しくない？え？何がですか？あのチカって人、ゲームキャラの情報ましてや持ち出しまで簡単に許可するなんて。それに態度も全体的にうさんくさかったような。そうでしょうか。あまり人を疑うのは良くないと思うですけど。すごくうさんくさかったにゅ。でも教祖様だよ。教祖様が悪い人なはずないよ。私も気にしすぎだと思いますけど。まあ注意だけはしておきましょう。真偽がわかるまでは絶対油断しないようにね。お嬢さん、もし命と引き換えに世界を救えるとしたらどうするかね。は、なんですか、いきなり。例えばの話じゃよ、例えばの。わかりません。でもそれしか手段がなかったらきっと。なるほど。ではもしそれが自分の命ではなく親しい人、友達や家族の命だったとしたらどうかな。え、それは、そう本気で考え込みなさるな。あくまで例えばの話じゃよ。そう、例えばの。ここに行くんだね。
私の番ね。倒せた。覚悟なさい。そこね。ワクワクに。ワクワク。エイです。痛いですよ。任せてください。はい、勝ちました。これは何でしょう。すきありです。本気でいきます。で、やられたいの誰。一戦。ワクワクに。ワクワク。A です。お注射の時間です。痛いです。私の番ですね。ワクワク。目からビーム。失敗に。私に任せなさい。覚悟なさい。これくらい余裕よ。いい？さっさと終わらせて先に行くわよ。私に任せなさい。邪魔よ。もらった。患者さんはどこですか。私でもできたです。私の番ですね。はい、勝ちました。ここで待っててください。私一人で倒してきちゃいますから。あ、こら、油断するなって言ったばかりでしょうが。さあ、覚悟してください。今、私がやっつけちゃいますから。へい。あれね、おかしいな。今度は本気で行きますよ。とりゃー。嘘、全然聞いてない。ちょっと待って。危ない。あなたは下がっていて。こいつは私が片付ける。すごい一撃で。調子に乗って敵の前に立つと、そういう目に遭う。覚えておいた方がいいよ。はい。キアちゃん、大丈夫ですか？まったく、何やってんのよ、あんたは。ごめんなさい。危ないところをこの人に助けてもらって。見てたわよ。悪かったわね、うちの子が迷惑かけて。気にしなくていいわ。半分仕事のようなものだから。あなたたちはなぜこの危険な草原にいるの。教祖様に頼まれたんだよ。大したことないモンスターだから倒してきてって。地下に。地下の様子はどうだった。
おかしなところはなかったかしら。おかしいところばかりで挙動不審だったにゅ。そう、一体どうしてしまったというのかしら、チカは。ねえ、よかったらこの国のことを少し教えてもらえないかしら。私たち来たばっかりでいまいち状況がつかめないのよね。構わないわ。そういえば自己紹介もまだだったわね。私はケイブ、このリーンボックスの者よ。私はネプギアです。よろしくお願いします。ネプギアでは、あなたがプラネテューヌの女神候補生。はい、そうですけど。あら、意外と情報通なのね。あなたたちが知りたいのは私のことではなく、この国のことでしょ。知っての通り、この国は3年前から女神不在の状況が続いているわ。それを機に犯罪組織の活動は活発化し、犯罪心の信者は日々増える一方。女神がいなくなってから。それでも教祖であるチカを中心に最低限の秩序は保たれていた。数日前に何があったにゅ。犯罪心崇拝の規制が解除されたのよ、チカの一存でね。今この国では誰もが自由に犯罪心を信仰できる。そんな、どうして教祖さんがそんなことをするです。良い方に解釈すれば、秩序を乱してでも国民の生活水準を上げようとしたと言えるわね。犯罪組織に身を投じれば、少なくとも日々の食事に困ることはなくなるから。じゃあ悪い方だったら。乱心したという言葉が適当かしら。この数日の間に地下に何が起きたか、正直私にも理解はできないわ。ほんの数日前からってのが引っかかるわね。今話せるのはここまでね。あまり憶測好きではないし。ありがとう、参考になったわ。ではこれで失礼するわ。また会うこともあるかもしれないわね。やっぱりあの教祖は怪しいにゅ。うさんくさいにゅ。そうですね、今の話を聞いてしまうと信用していいのかどうか。教祖が悪い人だなんて考えたくないですけど。本当に悪い人だったらどうするの？やっつけるの？やっつけて解決するなら簡単なんだけど、もう少し情報が欲しいわね。